ニメカニック TV。 またプロデューサーは遅刻か。たまには私から連絡してみようかな。って連絡来た。すまないカリンちゃん。実は通りすがりの車が故障してたから助けてあげたんだけど。助けてあげるのはいいことですよね。うん。運転手と意気投合しドライブに誘われてつい遠くまで来てしまったんだ。今ですか？別の日にしましょうよ。なので今回も宿題を用意した。赤の R 社が開発したアプリで自動車整備士資格試験の対策を視聴者のみんなとやるように。赤の R 社が開発した例のアプリで今日も勉強ね。みんな頑張りましょう。今日勉強するのは整備士資格試験の暗記ポイント、オートマチックドライバ。ドライバとドライバの詳しい種類については前回の動画ドライバを見てみてね。今回はドライバの中でもオートマチックドライバと呼ばれるものについて勉強します。オートマチックドライバは一定方向にしか回らないようにできており、そのため普通のドライバよりも早くネジを締められるというのが特徴です。今は電動ドライバと呼ばれるものがあり、ネジの開け閉めも素早くできるようになりましたが、電動ドライバの登場前は今以上に重宝されていたそうです。その構造を説明すると、まずオートマチックドライバを押し込むと先端が回転します。この時左右どちらの回転にするか選ぶことができますよ。つまり作業時に状況に応じて逆回転させられるってことですね。固定し通常作業もできるのでとっても便利です。ストロークが長いのも特徴なので多く回転させることもでき効率的に作業できますよ。ポイントは押し込むことで先端が回転する、逆回転もできる、ストロークが長い分回転数が多く効率的に作業ができるの3つですね。はい、覚えました。みんなも覚えられましたか？もしわからないとかもっと詳しく知りたいとかあればコメントをください。自動車整備士の勉強アプリは概要欄からもダウンロードができるから、ぜひみんなもダウンロードしてくださいね。ミニメカニック TV、 かりんでした。まったね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。